はいどうも、サオでございます。本日は、メルキル来ました。ただメルキルね、使ってみたらちょっと虹が今ゼロになってしまったの。まあ、使ってみたら多分明日、明後日あたり出そうかなって思います。そして、まあ、今日は、まあ、ガチャなので、まあ、ささっと引いて終わりましょうと。まあ、さっさと引けよって話なんでね。まあ、非常にね、恐ろしいのは、まあ、敵補正のかかった、まあ、メルキルですよね。回避高確率があるので、まあ、敵にいる場合は超高確率になるんじゃないかなっていう、まあ、ライアンの時もありましたけれども、そして今回は初回アップなので、まあ最初出ますね。うん、赤もやすごいマガマガしいオーラからメルキルが出ますと。あ、ちなみにこれ後取りです。職場で引いてます。100連ですね。まあ反省会みたいな感じでもないですけど、カールヘロン、まあ、カールヘロンにね嫌われたので、まあ、やっと38金っていうね、やっと4体目。もうカールはね、400連引いたからもうやばかった。今回のメルキルは追いません。まあ、アリーナ報酬で引けばいいかなって思ってたら、両夫出る。そしてオルリー出るっていうね。まあ、なんかね、3回目でオルリー出て、2回目でカール出たっていう人多いんですよね。もう運営さんちょっと怪しいんですけれども、クソみたいな引き。OK。次。まあ、このね、ルビーがね、まあ、2000個あった理由は、今回ギルド戦がね、20位というね、素晴らしい結果をね、迎えることができたらメルキルが出ました。まあね、そう、20位だったので、まあ、400個もらえるんですよ、20位だと。まあ、その分でメルキルガチャがちょうど来てくれたので、まあ、すごいね、いいタイミングだったのかなって思いますけれども、まあ、果たして3体目は出るのかと。まあ、3体出ればね、36金なんで、あと1体引けば、もうね、38金。もうほぼ貫突って感じですね。実質貫突って言ってるんですけど、まあ、セバスチャンの代わりにね、入れましょう。メルキルは。防御ダウンが強力なんでね。ただね、ただ覚醒の聖水がないんで、まあ、当分覚醒できない。まあ、買うと思うんですけど、しょうがないんで。ラストメルキル。これで3体目。さあ。ラスト。ユキがね、前回のカールのガチャ見た人もいると思うんですけど、ユキ出すぎなんでね、多分2周回ってます、俺。というわけで、まあ、今回はメルキル3体でしたが、まあ、これなかなかいい引きなんだと思うんですよ。まあ、カールの時大爆死してるので、まあ、収束してるのかなって思うんですけど、ちょっと、ね、8万ぐらい、つってたかな、5、1、2、そうだね、8万か9万ぐらいで貫突っぽいので4枚、なかなか厳しいガチャになってるので、まあアリナ報酬でも引けますので、まあ、それで引いていただければいいかなって今回は思います。うん、まああんま焦る必要ない。ギルド戦もねプレシーズン入ってるんで、まあ急いで育てる必要はないかなって思います。はい、こんな感じでした。ご視聴ありがとうございます。